皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日はリクエストにもいただいていたバッグの中身を紹介していきたいと思います。今日紹介するバッグはこのセリーヌのバッグを紹介していきたいと思います。バッグの中でもこれが本当に一番使っているバッグだと思います。このベージュとグレーの間の色味が本当に結構何の洋服にでも合うし、大きさ的にもすごくこう、ちょっと小さめのバッグに見えるんですけど、すごくたくさん入るので、もう何かとこれをばっかり使っています。今はもうやっと息子ももう赤ちゃんではなくなったので荷物もだいぶ減ったんですけど、今まではまだおむつがある時代とか、ウェットティッシュって子供がいる時すごい使うので、ウェットティッシュだったりとか、まあ、お菓子だったりとか水筒とか、子供がいるだけですごく荷物が増えるので、だいたい息子といる時と私一人単独の時とは中身が全然違うんですが、今日は私一人で出かける時用のバッグの中身を紹介していきたいと思います。では早速この中身を紹介していきます。じゃまずお財布かな。まずお財布です。じゃん。はい、お財布、これが今私が使っているお財布です。お財布というかこれはコインケース、カードケースなのかな本当は。私お財布は小さければ小さい方が好きで、好きなんだけどカードはたくさん持っていて、ポイントカード系ですね。この長財布とかに重さと場所を取られるのがすごい嫌で、このサイズのお財布を愛用しています。でこの中に小銭とお札とカードと全部入ってるんですけど、結構いろいろ入っても全然これで収まる感じです。いい大きさだと思います。これは主人からのプレゼントで、サプライズでなぜか買ってきてくれたアイテムで、すごくねこのなんかモンスターがあってちょっと遊び心のあるお財布なので、すっごく気に入っています。モンスター、似てるってことかな、似てるってことかな。じゃん、ジェラートピケで買ったものです。後ろにこうティッシュが入る形で、中に本当にちょっとしたアイテムを入れています。この中身はだいたいこれいつも決まった中身を入れるんだけど、コンシーラーはイプサのいつも使ってるコンシーラーです。とリップクリーム、これキールズのリップクリームです。今日塗っているこのイヴ・サンローランのリップ、ボリュプテティントインバームの8番と、音楽を聴くイヤホン、性格が出るでしょうあんまり気にならないんですよね私こういうの。これいつもこれで大変な思いするんですけどね。そう、一応こうくるくるってしたつもりなんだけど、まあうん、これと靴ずれだったりとか、子供が急に、怪我したりする時あるので、絆創膏は結構大量に普段から持ち歩いています。この中に入っています。次に持つ人持たない日があるんですけど、パウダリーファンデーション、これは、クリニークのものです。これは本当にお直しにはすっごく最適で、テカリとかをこう抑えてサラッとした肌に仕上げてくれるのももちろんなんだけど、コンシーラー機能とかもついているような、隠したいところをしっかり隠せるようなファンデーションなので、これをお直し用で持っています。充電器、これ持ち歩ける充電器です。これすごい可愛くて、なんかシャネルのコスメみたいな感じなんだけど、これで、充電ができます。ここを押すとね、充電が開始されて充電できるアイテムです。すごい見た目も可愛くて気に入っています。あとハンドクリーム、最近はこの3のハンドクリームを持ち歩いてることが多いです。これは、友達に誕生日プレゼントでもらったんですけど、結構ねみずみずしいテクスチャーで、しっとり奥までこう浸透する感じで、こういうハンドクリームの方が好きです。結構固めで、油分が多いようなハンドクリームだと、奥までこう水分がないのに表面だけこうバリアしてくれるようなものよりは、私はこういう水分量が多くて奥までしっとりするようなハンドクリームが好きです。なのでこの3の、ハンドクリームは今すごい気に入っています。クリップ、こう前髪長い時が多いので、ちょっと作業する時にこう止めるように、このクリップは、家に1個、持ち歩き用に1個持っています。
で、これは100円均一で買ったものです。ハンカチは、これはジバンシーのものなんですけど、私ジバンシーのこの星シリーズが大好きで、タイミングでいろいろ新しいの出てて見つけるとちょっとこう買う感じで、このハンカチバージョンもあるしタオルバージョンも持ってるんですけど、この星シリーズが好きです。なので何種類か色と柄違いで持っています。鍵は、これは車の鍵、ボッテガベネッタのピンクのキーリングです。で、家の鍵は私結構そのままこう持ち歩くタイプで、家の鍵はそのまま持っています。最後に iPhone です。今は7を使っていて、息子が待ち受けなんですけど、本当はねこのカバーがないのが一番好きで、この裸のまま持ってるんですけど、よく落とすしね、よくなくすしね。私家の中でもなくなるんですよ iPhone が。なんでだろう。結構いろんなところに持ってっては置いといて作業したりすると気づいたら ないみたいなことが結構あるんですけど、こうねチェーンみたいなので首から下げておけばとかって言われるんですけど、そのまんまのデザインが見えるのが好きなので、今はない状態で持っています。こんな感じが私のバッグの中身でした。だいたい普段あんまり変わらないんだけど、まあお気に入りのアイテムがあったらこう変えていくっていう感じで、バッグの大きさが変わったら内容も変わるし、子供がいる時もまた内容が変わったりするので、それはまた違う機会にご紹介したいと思います。で、今日着ているこのシャツはちょっと前のものなんだけど、ジャーナルスタンダードのシャツと、これはセルというブランドのピアスです。あとは今日は指輪とバングルがチェイミーのものです。チェイミーがね終わってしまったんです。クローズしてしまいました。こんなに愛用していたのに、またこういう可愛いアクセサリー売ってるところに出会えるといいんだけど、はい、すっごい好きだったので残念です。普段もすごい愛用していたのでちょっとクローズしてしまいましたが、多分これからもたくさん身につけてしまうと思うんですが、そこら辺はすいませんがよろしくお願いします。あと今日のこの指輪はアーカーのものです。はい、で、ちなみにネイルはシャネルのものです。はい、では、バイバーイ。